ケロッグの本社、バトルクリーク。カルフーン軍一軍のみからなる、バトルクリーク都市圏は136,146人の人口を抱えている。ミシガン州では、デトロイトとグランドラピッズに次いで3番目の地域面積を持つ。1981年、1985年、1995年に熱気球世界選手権を開催した。また、 ケロッグ社の創業地であり、現在も本社があるため企業城下町となっているため、シリアルシティとも呼ばれている。バトルクリークという市名は市内を流れているバトルクリーク側から名付けられたが、この地名はジョン・マレット大佐によって引き入られた政府の測量隊と、二人のインディアンとの小競り合いに由来する。マレットと彼のグループが1823年から1824年の 冬に、現在の市から数マイル離れた土地を調査していた間、キャンプに残ったパーティーの2人のメンバーが2人のインディアンに攻撃されたが、1人に重傷を負わせてインディアンを鎮圧した。この事件のため、近くを流れていた川は、バトルクリークと名付けられた。バトルクリークは、デトロイトとシカゴのほぼ中間に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、 この都市は総面積113.1平方キロメートルである。このうち110.9平方キロメートルが陸地で2.2平方キロメートルが水地域である。総面積の1.92%が水地域となっている。ローカル市はガネット社の発行するバトルクリークインクアイアラーである。ラジオは WBCK、WBCKFM。 WBXX、WBFN、WNWNFM、WFPMLP、WKFR テレビは、WOV、WZPX が受信できる。また、グランドラピッズ、カラマズー、ランシング等の近くの都市からラジオとテレビ放送を受信することもできる。 バトルクリークに拠点を置くチーム1956年に、ケロッグ社がスポンサーとなって設立した、ケロッグコミュニティカレッジのほか、ロバート B ・ミラー大学、西ミシガン大学、スプリングアーバー大学がキャンパスを置いている。以下に、バトルクリーク市における1890年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。バトルクリークの玄関口となる空港は、 カラマズーバトルクリーク国際空港である。同空港には、ノースウェスト航空が、デトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港からの便を発着させているほか、アメリカン航空、デルタ航空、及び、ユナイテッド航空が、各社ハブ空港からの定携航空会社運航による便を発着させている。市内には、アムトラックの駅もあり、 ミシガン線のシカゴとポートヒューロンを結ぶブルーウォーター号、シカゴとポンティアックを結ぶウルバリン号が停車する。これらはシカゴバトルクリーク間まで同じ路線で、そこからブルーウォーター号は北東へ、ウルバリン号は東進し、デトロイトからは北西に進み、ポンティアックへ向かう。デトロイトとシカゴを結ぶ I-94 が市内を通っている。また、 バトルクリークトランジットは定期路線バス等の公共交通機関を地域住民に提供している。ありがとうございます。